どうも今日もありがとうございました。とんでもない。いや今日も,もう、さっきも言いましたけど、噛み応えがありったと思います。ああ <laughs> ああよかったです。い<や>何よりですよ。何でしょう、今日は女性神話。そうですね。うん、女性神話だったんです。何だろう。いや、僕、ちょっとこれ最初にお聞きしたかったのは、ええ、いや、もう、あの、単純に、いや、今日の、その、例えば課題の、 課題だった、見ておいてねっていう話だった、その映画2本ありましたけど、はいはい、どちらも見てもやっぱりグッと来た、来るんですよ。ジョーカーも何回見ても、やっぱりグッと来るし、うんあの、マダミニューヨークも非常にグッと来た。で、うん、三宅さんが授業で語ってくださったこと、はい、例えば三宅さんご自身の。 そのまあ、要はその女,性女性神話っていうのが <coughs> あの実際の生活ではもちろんその起こる。起こって。はい、その気がつくとそうなってる。うん、ことの具体例として三宅さんがその、えー、と昔の、えー、<laughs> 若い頃の話をしてあれ聞いててそのチャットにもあの書いてる方もいましたけど、うん、やっぱ僕も何度、まあ、かお聞き,聞きしてる話ではあるのに。 ね、やっぱすごいグッとくるんですね。ああ、そうですか。うん、面白い。うん、で、なんだろう。グッとくるんですよ。<ー>女性心配にグッとくるってことなんだなと思う。はい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 。えー、結構、要はその、本当にグッとくるんですね。うんうん。3回言いましたね。言いましたね。<laughs> これは <laughs> なんだろうと思って。 もちろん、その男性シーマーの時も、おおって思いますけど、えー、よりエモーショナルな感じがした。はい,はい、はい。で、それはもちろん、その、心の話だろ、うこと、だからってことだと思うんですけど、内面の話。うん、すごくこう、僕は今日、それが一番、あの、うん、ぐっと来るんだっていうのを実感したら、<laughs> <laughs> <laughs> もう単純で申し訳ないんです、ね、いやいやいや、全然、そんな、ボキャひンになるぐらいぐっとくる。<laughs> ごきゃぶりになるぐらいにぐっと来ちゃったわけですね。うん、来たことに、そ,のそうか、女性親はなかなか発見があったと。うん、ちょっとあった。うん。うん。なんだろう。泣けるんですよ。うんうんうん。 なんでしょうね、あの今、タイミング的に吉野さんがそっちなのか、うん、男性神話じゃなくてね、女性神話の方の、うん、あの <coughs> ターンなのか、か交互に起きますからねあ。おっしゃってましたね、今日も。えーうん、交互に来る。交互に起きますね。あのー、ちゃんとゴールすると交互に起きると僕思ってんですね。うん、ちゃんとゴールすればですけど。<laughs> そうですね <laughs>、はい。 いや交互に来るって話もすごく面白かったし、うん、続けて講義を受けた後に、やっぱりその交互に来るっていうところまでおっしゃっていただくと、すごく納得がしましたね。何かを続けていく時にもちろんただ漫画の作品でもいいですし、小説でもいいし、脚本でもいいし、まあ、何でもいいんだと思うんですけど、ね、その生活でもいいと思うんですけど、はい、それが交互に来るっていうのを 考えられるか考えられないかで、だいぶその、変わってくるんだろうな、その、とは思いました。その自分の判断とか考え、うん、思考の仕方というか。はいはい。あるいはその対処の仕方とか。うーん。うん、なんだろうな変にう、変にっていうのもまたおかしいか。思い悩まなくて、思い悩むんだけど、 過度に思い悩まないまで、うん、するようにできるのかもとか思ったりとかはい、はい、自分に用意ができるというかうんうんうんなるほどという感じを受けましたなんでしょうねあのー、未知っていうのはやっぱりその怖いと思うんですよね、うんあの 未知のもののもっていうのはね、うん、どこまで行っちゃうんだろうっていうその上限も下限も含めてねその、うん、まあ大体こうこのぐらいが上限でこのぐらいが下限なんだなっていうのが分かるとそのなんて言うんだろうなう身構えなくて済むようになるんですよね <laughs> 逆に。うん、起きた時に反応すればいいやっていうふうな余裕ができるってそれは多分なんか例えば。 なんだろうな頭痛とかねその、うん、僕はあの変頭痛文字なわけですけども最初になった時にやっぱりびっくりしちゃったわけですねその目がこう最初にパーンとチカチカって線気性暗転っていうなんかフラッシュたかれたみたいになってはいもう全然見えなくなっちゃうんですよねわかります、はい、僕もなりますいやあれ嫌な不愉快なんですよねもう読めないし本とかも読めない読めない ね、全然フォーカスが合う合わないの話じゃないんですよねもう見えなくなっちゃうんですよね。でそれが終わった途端にこうガーッとすごい頭痛がしてきてで初めてなった時は10代だったと思うんですけど、うん、その何分なったことがないからものすごい苦痛だったっていう印象があってその頭痛自体もそうだし、うん、前期性安定もそうだけど、うん、なんですけど。 まあ割としょっちゅうなるわけですよ、その月に1回とか。そうするとまあ、まあ、行ってこのぐらいなんだなっていう、その上限が。うんうん、<laughs> でそうなると、その、なんか、線期清暗定になった時に前はもうすぐ寝込んじゃってたんだけど、来るって感じですか。そうそうそう、でもまあ、来るね、ねで、まあ、これ、ほっとくと、それがやんで、10分ぐらいでやんで、うん、でその後続くんだよね、みたいなことわ分かってると。 その何か他のことと同時にやれるんですよね、その例えば打ち合わせ中になっても、なん平然としたふりはやりきれるというかその、例えば撮影中とかになったりするわけですよ、ロケ中とかね。<laughs> だけど、まあ言うてもこのぐらいだよねみたいなのは分かってると。<laughs> そのまま続行できるというか、誰にも何も言わずにね。 あなんか変な例えかもしれないんだけどこうなじんでくるんですねきっと体の中で起きてることだからそのうん、うん、自分で起きてく展開とかあの実感みたいなものが見えるっていうかで僕実はちょっと男性心話女性心話はそれに近いかなと思ってて頭痛に近いんではなくてその <laughs> <laughs> なんて言うんだろうなうん。 ある種の新鮮味は失われていくんだけれどもこう何かを達成しようとして起きる苦労とかあのトラブルとかあとはその、うん、立ちはだかる壁ですかね,ねそ,のその壁の傾向とか種類みたいなものが今のメンバー今仕事をしてるメンバーとか今何かを一緒にやってる人たちっていうメンバーで考えていくと。 おおむねこういうことがこの人との間に起きるだろうとか、うん、ででまあそれがまあその高をくくってるわけでは全くなくて人によってまちまちだとは思うんだけど自分のそのこう相手を決めつけてんじゃないですよね自分の中で起きる不安定さとか、うん、恐怖とかそ,そういうものの上限下限がまあたい見えてくるっていうんですかね。 んですよね、それこそさっきおっしゃってたみたいにこう。でも別に感覚が麻痺するわけではなくてそのまあダメならダメでいいやと思えたり <laughs> 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 まあ言うてもまあこのぐらいでしょうねみたいな。うん でそれが男性神話の場合もそうだし例えば僕らが映画作ったりする時っていうのはやっぱもう限りなく男性神話なんですよねやっぱりその毎回プロジェクトごとに集まって初めましての人たちとが旅の仲間に、まあ、な,れなれない人もいるんだけど残念ながらでもまあ一応構造上は旅の仲間として一緒にやってると腹割っていけるかどうかっていうのはその時次第だけどでもまあ終わらない現場はないしみたいな感じで。うん だか,ね、だからそこで過剰なこう未来予測みたいなものをしなくなる今ここに起きていることとか今ここで向き合うべき人や問題っていうのに、まあ、自分がそこにこうギュッと立ち止まることができるとう,かこう立ってこう触れたり見たり考えたりっていうゆとりが出てきますよねそれがやっぱりこう人生の中で男性神話のフェーズと。 女性神話のフェーズとターンって言い方の方がいいのかなこう繰り返されているっていう実感は僕にもあってうそうするとやっぱり何か一つの何かを達成社会的な何かを達成するその社会的というのはその社会問題って意味じゃなくてこうあの、まあ、映画でも何でもいいんだけどこう人との営みですよねその、うん、関わりというかそうですね、うん、社会における義務とか責任みたいなことですねでそれがまあ終わる しばらくすると女性手話が始まる。もしかしたらオーバーラップするように始まるかもしれない。でもその問題も新しい問題が当然モチーフになってるから以前とは違うんだけども違うし向き合わなきゃいけない相手も質も違うんだけど自分の中で起きる感情の波みたいなもののその波形みたいなののレンジと言いましょうかそのリミッターと言いましょうか、はい、それが 割と見えるって言うんですかね、うん。だから逆に相手にフォーカスが忘れるその慌てて自分ごとにしないでこう自分がこう思われたらどうしようとか、うん、あのそ,そういう不安っていうのはやっぱりその未知だと起きると思うんだけどだ相手のことを分かって未知じゃないって言ってなくて自分の感じ方がもう未知じゃないっていうか。 そこに僕はすごいあの役立ってますね今日と先週の授業で取り上げた節話構造は。なるほどな、うん、自分にこれ自意識に引っ張られないで済む、はい、という使い方を僕はしてるかもしれないですね。なるほど<の> そうかそうか。ある程度レンジが見えてくるから、そんなにこう、なんとうだろう、いくつかなくてもいいというか。そうですね。相手にフォーカスを合わせられるようになるっていうんですかね。うん、余裕か。うん、そうですね。なんか結局相手の人の方の不安っていうのに、うん、多少の援助なり、サポートなりっていうのを、 やるるゆとりが生まれるって言うんですかね、うん、もう自分不安とか自分恐怖みたいな方にあまり比重が置かれなくなるっていうんですかね。ああなるほど。物語の構造が分かってるのでその、うん、概ねこうなるだろうと。そのどうなるかは分かんない。その、うん、ハウは分かんないです。毎回変わるから。でもホワットの部分ですよね。何が起きるかって言ってまあ言うてもこういうことでしょうねっていう。うんうんうん だからね、多分ね、怖がりじゃなくなっていけるんですよね。あの、物語が分かってくると。なるほど。うん。生きていく上でってことですよね。そう,そうです、そう<々>です。だから、そうなんです、そうなんです。まさにそうで。あの、なんて言うんだろうな。見くびってるわけじゃ全然なくて。はい。毎回ストーリーは変わるから、みんなキャラが違うから、そう、関わる人のキャラによって。 その時起きてることが、ある種の企画の差でもあるわけですよね。企画って言い方もおかしいんだけど、その、何かしらの出来事に関することだけど、はいね、けど構造が変わんないんですよね <laughs>。<laughs> 構造が変わんないから、準備ができるんですよ、心の。はいはい。だから、ああ、今そのフェーズに入ったのかっていう、その、感じっていうんですかね。はいはい、だから、あんまりそのこと自体に、なんてことだとは思わないんですよね、その、 なるほど、なるほどっていう感じで。だから、びくつかなくなりましたよね。確かに、三宅さんとお話ししてるとそうですね、三宅さん。えたま<え>におっしゃいますよね。その何がこの今はこのフェーズだからみたいな。ああ、そうそうそう。まあ、なるようになるっていう言い方もおかしいけど。いや、まあでもそう思いますよ。な、うん、るべきことはこういうことだみたいなのそうですね。なるようにしかならないから。ならな あんまりこうじたばたあ,あわあわ、うん、すると役に立てなくなっちゃうんですよねその自分の方に意識が向いちゃってると自己保身みたいな感情が芽生えてくるわけですよね心配だったり怖かったりすると、うん、でもまあ大体傷つくっつってもまあこのぐらいなんだよねみたいなその <laughs> <laughs> で、基本あんま傷つかないんですよ。すぐ忘れちゃうから、その…うん、引っ張らないんですよね。その…わっと傷ついて、あ、そうですか、パッつって、こう、うん、切り替わるみたいな、こう、切り替えは早いってよく言われるんですけど、うん、それはでも多分、おかげさまで多分、脚本たくさん書いてきたことで、うん、その、物事を、こう、時間軸の構造で見る癖がついてるんですよね、多分ね。 うんうん、出来事と出来事の間に起きることとか関連性とかその人が起こす出来事に対しての自分の反応の仕方とかそういったことですよねうん、うん。こうなればこうなるだろうとか。そうなんですそうなんです。でそれは決して見くびってるのではなくて、うん、じゃあそう思いがけない感じで帰ってきた時はあじゃあこっちの感じねっていうふうに、うん、気持ちをそっちにレールをこう切り替えれば。 その今そこにあるその人の問題とかその人と自分の間に生まれてる言葉と交わされる言葉とかそういうのにもっと集中できるっていうかそうしないとなんかおこがましい気がしちゃうんですね <laughs> なんか慌てるのが怖がるのが、うん、なんか失礼な気がしちゃうっていうか。うん いやでもそう考えるともう本当に物語ってすっごいなと思いますよね。説、まあ特に今日今回の説話構造とか。まあそもそもがその人の営みのことだからだとは思うんですけど。うん。うん、知れば知るほど。いやにこうふ自分で腑に落ちれば落ちるほど。何かこう自分が、なんだろう。楽になっていく感じが。 はいはい。うん、はい。しますね。そうですね。もっと楽になっていくんだろうなっていう予感がしてるというか、うん。あと自分、やっぱりちょっと前も言ったかもしれないですけど、自分が今どこにいるのかっていう、うん,うんうん。うん。うん。ことで、次どうしたらいいんだろうって時に、あの、決してゼロじゃないなって思えるというか、そのはいうん、い。いくつかあるんだろうなっていうのが、ちょっとこう、 安心できる感じ、その背もたれの感じって、うん、三宅さんも今日おっしゃってましたけど。はいはい、背もたれの感じというか、しますね。えー、非常に。<laughs> なんか物語とか、そのね、その漫画家のためのプロット講座としてやってますけど、はい、非常になんかこう、生きるとはっていう <laughs>。 <laughs> <laughs> うふうにも考えちゃって、なんか、ええ、なんだろう、年なのかな。<laughs> ああ、そっか、し染みたんですね、今日は。染みてるんです、もう。特に今回、その、なんだろうな、節話構造は本当にしみるな、うん。ちょっと思いました前。前からもね、その、三宅さんとはいろんな話の中でとか、ええ、講座の中でとか、節話構造っていうのは何度もこうあの、なんだろう、体感してることではあるんですけど、お話ししていただいてることなんですけど、うん、ええ。 なんかやっぱりちょっと年齢的なこともあるのか、なんか染、ね。なるほどね。しみますね。しみる。うん、<laughs> みる興味深い。いやーなんか面白い。面白い。だから、なんか、ちょっといろいろ考えるなーっていうところ。なるほど。ヒントをいただいてる感じがすごくします、ねうん。なんかでも <laughs>、僕は思うんですけどね、あのー、 プロットが書けないっていうね、話から始まってる講座なわけじゃないですか。まあ、プロットを書けないというか、まあ、ネームがうまくいかないとかでもいいんだけど、その、その、思いつかないですよね、いわゆる。思い浮かばない。次がどうしていいか分かんないみたいな話ですよね。で、それって多分、大げさに言えば人生もそうだと思うんですよね。その。で、そういう時に、こうあなたにはあなたの人生があるっていう言葉、よく聞くけど、 そんなこと言われても困るよねっていうのもあると思うんですよ。まだ起きてないことに関してあなたになた新しく生きなさいとか言われても。だからそれがわかんないから怖いんじゃんっていう話だと思うんですけど。物語を、うん、なんだろうな、こう薄く見えてるこうレールみたいに使うっていうのはありなんじゃないかっていうのは思ってて。 その構造ですねそのだから例えば何かの映画の主人公の真似をするって言っても立場が違ったりするからあんまり参考にならないかもしれないんだけどもうちょっと抽象化していった時にその自分と近いような壁にぶつかってる主人公とか、えー、脇役でもいいんだけど、まあ、そういうキャラクターが打開をしていった工程みたいなものを抽出して参考にして真似してみるみたいなのは 結構あなななんじゃいいかなっててて気がしていてそれがまあ「アトロック」で初めて出た時に話したあの脚本療法っていう考え方がそうなんですよね、はいその。自分自身の今ある問題っていうものを抽象化して、うん、あのジャンルの軌道とかその定番の軌道みたいなものがある人間関係と照らし合わせてそこに自分のアバターを固くしていくっていうんでしょうかアバターを主人公にしてみるっていうんですかね。 そうすることでその企画も立ち上がるしストーリーもできるんだけど何よりも今自分が立ってる位置よりも先に行ってくれるんですよそのアバターがそのレールがあるおかげで、うん、そうするとそのアバターが途中まで自分とシンクロしてるんだけど作家とある時に作家の今を超えるわけですよねうん、うん、その超えるそのアバターの選択っていうのがじゃあそれを真似してみようというかそ,そこがそれが自分がこれから取るべき選択の 指針になるその合わせ鏡になったりその反射板になる場合もありますねそ,のそれを真似しちゃダメだなって言って逆を打つでもいいんだけどあまたある選択肢の中であのぼんやりと悩むよりは行動に移しやすくなるっていうんですかね物語があることでこう行動を試しやすくなるって言うんですかねでダメだったらまたこの物語のレベルに戻ればいいっていう。 考えてみると、僕は、勤めに押したことがないわけですよね。その、学生の頃からずっとフリーランスでやってきて、まあ、30年以上やってるわけですけど、うん、なんか、はしはしで、その、映画みたいに 生きてきてたよような感じはあるんですねその映画の物語の構造みたいなものを映画っぽく劇的な人生だったって言ってんじゃないんですよじゃなくてその映画の登場人物がたどった工程っていうのを真似してみるみたいな参考にしてみるみたいな。でつまりちょっと自分を少し演じてみるというかちょっとこうなんていうんだろう ゲタ履かせてみるというかそのそのなんつったらいいんだろうな嘘ではないんだけどそのちょっと自分の中の不安とか恐怖みたいなものをあの少しそれをこうなんつうんだろうないやでも今この方向に行かなきゃいけないからとかいうふうに自分に課していくっていうんですかねその、うん、そのだからそういうほんのちょっとしか勇気がないものに少しこう イイコライザーをかけてちょっとこう誇張する、うん、みたいな <laughs> そうですねでそ,そうすることで動きやすくなるみたいなことのヒントに映画の登場人物がたどった構造とか軌道とかをヒントにしてきたなそういえばっていうそのうふうに思うんですね。あのうん 割と積極的に交渉して、こう、なかった状況を作っちゃうっていうの好きで、なんか、プロジェクトというか、なんかこう、ま、この講座もそうだと思うんですけど、うん。いや、うん、だから今そう思,思ってる。<laughs> <laughs> そういうの僕すごい好きで、よくやっちゃうんですけど、うん、こう持ちかけるっていうんですかね。はい、あれはね、ビバリーヒルズコップツ2の影響なんですよね。<laughs> さん臭くなりますけど <laughs> あのエリー・マーフィーがよくなんかどっかを突発しようとするときにその門番たる受付の人とかになかその辺にあった紙袋とかをパッてつまんでなんか水をパシャって自分にかける感じがして爆弾を持ってきたんだみたいなこととかそういうギャグがあるんですけどで本当はそこにいろんな身分証とかサインとかしないと通れないところをこれをなんとかさんに届けに来たっつって で、下手に触るともうあの爆発すんだみたいなこと言ってそうするとその相手の人が触れないんですよねそアくねじゃあ俺は終わったから帰るっつってもう家族がいるから帰るみたいなこと言っていやいやもうここを通っていいからその人のとこ持ってってみたいなこと言って冗談じゃないみたいなその俺には家族がいるんだみたいなこと言ってど <laughs> さくさに負けてあのただでやれってのかっつって小遣いもらっちゃったすんだけどマフィが。<laughs> <laughs> でもなんか、本当に、半分冗談、半分本当で、やっぱりその、その、洋画の登場人物が、その、普通の日本人の僕からすると、その、なぜこんなに自分で人生を切り開いていけるんだろうっていうのは、すごい不思議で、それは映画だからだよっていうのは簡単なんですけど、本当はそうじゃないよと。別に、アメリカ人だってみんなそんな風に生きてるわけじゃないよって、あると思うんですけど。 でも試してみる価値はあるんじゃないかって思うことは多くて。なんかこう、ちょっとだけ恥ずかしさとか勇気が、勇気が必要とか、なんかそういうのを、少しこう自分に強制をかけていくみたいなものにあの物語軌道とか説話構造を 使ってきましたね <laughs> <laughs> うんなんかすっごくわかりますねそういえばそういえば <laughs> そういえば、ええええうん、いろいろ思い出してますね <laughs> そう。フリーランス人生そういえばそんな感じもあったなたな,なるほどいやでもすごく有効ですよねうんなぜならそこで一回その映画の中の人をやってるからですよねそうそうそう <laughs> それを見てるからそう あるる程度の予測はできるしそうもちろんその通りになんかならないんだけどでも新しい問題が起きるわけですね新しい問題新しく考えなきゃいけない問題が起きてその今起きてもいないことで悩んだり起きるかもしれないって予測を立てて、うん、でもこんなことも起きるかもしれないって言ってるよりも、うん、アクションを1個起こしたらその,そのアクションを起点にした、うん 向ききき合わななゃいけないけ問題がが明確に立ち上がってきてくれるんですよねしたらそこにフォーカス合わせられるっていうかそうするとあんま悩まないっていうかこう考えられるようになるっていうんですかねこう、うん、考えないともう打破できないから打開できないからだからでも多分それを繰り返してきてあんまり僕悩まなくなったのかもしれないですねそのこう考える癖というか何、はい、とかして解決したいみたいなその。<laughs> ドクターやっててもそうなんですけどその <laughs> その映画が最終的にうまくいくかどうかなんて分かんないんですけどその今苦しんでるこの人たちの問題を解決したいじゃあこの脚本のどこに問題があるのかであそこがあそこを触ったことが原因だで,でもそこはもうそういうふうに触るしかもうないのであると政治と経済の理由からあるいはキャストの理由とかから じゃあどうしようみたいな感じでこうだ、だったら次はこう、次はこうみたいなことを、こう、試すのが好きなんでしょうね。その、この、形にしていくというか、こう行動を起こしていくみたいなのが。うんうん、なんかたまにその、あ、その件まだやってなかったんだみたいな、組織と仕事をすることになることがあるわけですよ。それはもう何ヶ月前に話してたことを。 うん、ああ、その件、<laughs> まだやってなかったんだみたいな、<laughs> いろんな人がいるから、やっぱりいろんなリーダーもいるし、いろんなスタッフもいるから、だけど、そういう人たちに共通してるのが、ずっと不安を抱えてるんですよね。そうやってないから、その結果 <laughs> 起きてないから。その <laughs> 試したら A っていう結果が出ましたじゃあ A に対処してしましてじゃあ次 B のルート行きますみたいなことが試せてないから A から Z までの問題が起きるかもしれないっていう不安をずっと抱えてるんですよねその、うん、まだ A に触れてない状態でそうそうそうなんですよです A に触れてないと Z まで不安なんですよそうなんですよねそうなんですよでそれがそおつらそうですね <laughs> <laughs> どっかで聞いたことある話です。<laughs> いや、<laughs> 本当にね。そうですね。いや、うん、あの、確かにそうなんです。だから、その、うん、まず考えようよっていうんで、考えようよっていうのは簡単なんですけど、うん、結局考えるためには、その、まあ、言い方は何でもいいですけど、一歩出るっていう、その、はいはいはい、そうそうそう,そう。うん、それなんですよね。その一歩出れるかどうかで、とまで悩まなきゃいけないか、 A かからら C ぐらいまでで済むかってそうですね。だから考えてから行動するっていうより、行動しながら考えればいいんじゃないってことでしょ。うん、行動して、起きたことっていうのに反応してみたいな感じで。うん、でだとしたらっていうその、だからよく言ってますけど、うん、イエスですよね。そのうん、なんかイエスはバットの人が結構多くて動けない人ってその、なんか言うと、分かります。でもっていうんですね。うん、でもそれだと。 でも、その、その、やりとりだと、議論って前に進まないんですよね。その、で、アクションが起こりにくいんですよね。うん、イエス、アンドで、やっぱりその、ああ、なるほど、だったらっていう、こう、アンドっていうふうに、こう、次の手を打っていける方が、うん、なんか、道が、こう、出来上がって、こう、面白さみたいなのあると思うんですよね。ああ、そうか、そうか、じゃあこのルートを進んでいきましょう。じゃあもうちょっとここ掘ってみよう、みたいな、こう、そうやってワクワクしませんかねっていう。うん まさにププロロットですよね、そうだから前あの質問者の方かなあのチャットだったかな Q&A だったかもしれないですけどその、まあ、僕が物語の中に僕自身が物語の中に来てるような印象があるっていうね、うん、でそういう風になれたらいいんだけどみたいなことをね書いてくださった方が確かいらっしゃいましたけど。うんうん そういう意味ではおっしゃる通りかもしれないですね。その方のおっしゃる通りかもしれませ、ねうん。そのプロットが得意ではないといか、好きじゃないんだけど、割と得意になってしまっているのは、自分がこう、プロットみたいな考え方でこう行動してるからかもしれないですね。<laughs> <laughs> 本当にいつもおっしゃるその、起きたことに対応していけば、反応していけばいいんだっていうのは、はいはい、本当にもう、はい、ずっと僕は、 教えられてることで、できてないんですけど、ただ、いや,いや,やっぱこう、思うんですよ。やっぱりこう起きたこと、だから起こさないといけないっていうことが、もうより正しいのかな、言い方としては。うん、起,きた起きたことだと待ちになっちゃうんだけど、そうじゃないですあ確かに、ね。うん、自分からなんですよ。うん、自分から起こすんですよね、一方、うん。違ったらそこで悩めばいいっていうのは。うん っていいいいとといか、それが道を作っていくことなんだっていあいやいや本当そうなんですよ。道って何にもないところに舗装していくっていうよりも、ここを道にしていける可能性があるんだなっていうところを、こう、整えていくっていうんですかね。そうなんですよ。<laughs> ちょっと話は飛ぶかもしれないけど、だから僕はかあのマイクを買ったりとか、したと思いますし。ええ 買ったことで道ができていったし、うん、話飛んでないと思いますよ飛んでないと思いますよその先にその何だろうな最近僕もその何だろう30分で落ちないカメラも買ったし <laughs> <laughs> なんか道ができていったはだってグレーディングなわけでしょ、うん、そうそう,そう動画編集とグレーディング動画編集とググレーディングついに待ってるし <laughs> で多分、前にこう、三宅さんから種を植えられてることとしては、はい、ここでミニキーボードあったらもう音楽できるんじゃないのそう,そうそう。ううあの一言なんですよ。うん、あれがずっとそ。そう、いや、だってそうだもん。<laughs> <laughs> やれゃいいのにって思う。そう,そうそうそう。うん、そうなんですよ。で、うんう、だからそれが本当にだから、 自分で行動を起こしたことについて、うん、その時に、一歩出たときに、またそこで考える、対面する問題っていう。そうそう。だってすごいスピードで知識吸収してるんじゃないですか、その、うん、あのー <laughs> リ、リモートというか、その、マイク系もそうだけど、配信、ね、とか、配信とか。そうですよ。ここまで考えたことなかったですよ。だから数ヶ月前、からそれはワクワクしてるから、吸収できちゃうわけですよね、その。 そうですね。起こした行動が一個一個連携が取れてってるってことですよね、どんどん取れていで,、うん、でそれが、この、そもそもこの講座があるっていうこと、で、これも、はい、まあさっきの三宅さんからのそのねと、お話の中から出てきたわけで。まあ、エディー・マーフィーですけどね。エディー・マーフィー。<laughs> エディー・マーフィーのおかげまんまと、まんまとだから、あのエディー・マーフィーに振り回されていく人たちっていうのが <laughs> いつも出てきますけど。<laughs> ちょっとビバリーヒルズコップ2は見なきゃなビバリーヒルズコップ2は僕はもう公開、あのー、を恐れずにやっぱ人生に生かしてますからねじゃ <laughs> <laughs> ブルーレイでちょっと保存しとこうかな <laughs> 買っとこうかな <laughs> <laughs> そういうのが意外にだからそういうのが人生の一本になるかもしれないそうそうそう別にあれ自体が感動的っていうより、うん な,なんでこの人がこんなことしてんだろうっていつも思うんだけどあれを見てるとでもこの人がやりたいことというかやんなきゃいけない目的があってそのためにここを絶対に突破しなきゃいけないっていう時に、うん、その多分彼なりに天秤かけてんですよねそのリスクと。うんうんうん。でそこにまあコメディだからっていう単純な理由もあるけど多分もうちょっと踏み込むとあのアクセル・フォーリーっていうキャラクターの楽観性とあのー 何だろうな、こう、過去に執着しない感じと、あとこう、開拓精神みたいなことなんですよね。僕はあの、アクセル・フォーリーっていうキャラクターは、割と口八丁って八丁の場面が目立つから、うん、目立つ、ね。うん、弁が立つキャラっていう印象なんだけど、まあそういう面もあるんだけど、どっちかっていうと、もうとにかくあの楽観主義っていうことと、 過去へのの執着がないのとすく開拓ですよねやっぱそうあそこがやっぱりね、僕はすごい面白いなって、うん、結構本気で思ってるんですよね。<laughs> <laughs> 割と。<laughs> そう。そうなんですよ。キャラは全然違うんですけど。あ、三宅さんとね。はい。でも結構真似してきたかもしれないです。そうか。うん、三宅さんはアクセルフォーリー 全然違うんですけどね、その,その撮ってるアプローチというかその表出してるものは違うと思うんですけど本質的にってことですよねうーん僕はすごい影響を受けてますよくあの漫画のこのキャラクターが人生の指標だとか、うん、あのあのこの人みたいに生きたいとかってよくあるじゃないですかその少年漫画の主人公とか、うんうんうん 劇画の主人公とかね。ゴルゴティみたいな男の相手とかいろいろあるじゃないですか。それで言うと、アクセルフォーリーってかなり長いことそばにいる感じですよ、僕は。あのあ、そうですか。中学ぐらいからそのすご。すごいですね、それもね。何か、だから深く、何かがあったんでしょうね。深い出会いというか。 あのシ,シリアスなではないんですよ。あのうん、深い出会いって言っても、深刻でシリアスでセンシティブでナイーブな出会いでは全然なくて、うん、あの今日講座の中で途中お話した、その、女性シ話と同じ流れになってる僕のくだりありますけども、はい、あれなんかはもう明らかにアクセルフォーリーの影響、いいものでもないでしょう、<laughs> <かに S 1> だってあの行動は。<laughs> そうだ。あれは普通に考えたらおかしいですよ、もうその。 でも、そうだ非常識だしお行儀も良くないしね、あのー、クラスで目立たない陰キャでおとなしくしてるただ映画好きっていうだけの子は普通はああいうことしないですからねあそこにはなんかビバリーヒルズコップがいるんじゃないですかね納得 うん。<laughs> そっかあれビバリーヒルズコップかまあでもそういう感じがフリーランスでやっていく上ではあのだいぶ役立ちましたけどねいやでもちょっとそう思いますねうんあの本当に開拓していかなきゃいけないし、はい、そうなんですよね、うん、かにに待ってたら本当来ないですからね <laughs> そうですよねうん いかにこう懐に入っ一歩入っていくかっていう勝負ですもんね。だと思いますね。うん。あ、う、あ、ん。ちょっとアマゾンでポチります。あとで。<laughs> <laughs> 大事な一本になりそうですね。うん。吉野さんのビバリーヒルズコップでいいんだと思いますけどね。まあそうですね。うん、僕は何だろう。 僕が今、50になって、ベヴァルヒューズコップスを初めて見ても、多分影響を受けないと思うんですよ。やっぱり10代だったから、こう、真似できたというか、その、だから、なんかあるんですよ、きっと。その、忘れてる友達みたいなの,のが。うん。僕の中の。そうです。アニメなのか、漫画なのか、実写なのか、洋<あ>画なのかわかんないですけど、その、うん、誰か、 つい真似してしてまうで。それは例えばタクシードライバーとかのあのトラビスが鏡に向かって「You talking to me」ってやるあの動きを真似するとか、うん、あと誰かのアクションの縦の動きを真似するとかっていうその点的点の真似じゃなくて、うん、な線の真似なんですよねその僕が今言ってるのはその物語の中でのその人の動線というかそのシーンの動線じゃないんですよね。そ そうなんですよ。なんかそういうキャラがみんないるはずなんですよね多分ね。だからその役をもらった役者になったつもりでちょっと演じてみるみたいなちょっと日常の中で少しフィクションラインを上げるというか。 ちょっとだけ誇張する。自分の中にない感情までやろうとしたら嘘になるから失敗すると思うんだけど、ある感情を常識とか不安とか恐怖とか恥ずかしいとかみっともないとかそういうものでもし抑えてるんだったらそこをちょっと外すっていうか、そのために一つの役柄の指針というか、そのキャラクターが取った行動が、うん、映画の中でね、うんうん、それを演じてみるみたいな。 宿ししててみるっいいいうことでもいいのあそうですね、うん。薄くまとうでもいいんです、前言ってたけ、ね、どう。確かに、うん。そういうことをちょっとやってみると、あ意外と自分動けるなっていうか、自分こあの、思ってたのはこういうことだった、確かにっていう、それよりも抑え込む力の方が強かったけど、気持ちが。でもう、こういうことをしたいと思ってた、確かにっていう。 なかったことじゃなくて、あったことに気付くっていうか、ははははいはいはい、はい。今日の女性神話の一番の肝はそこだと思うんですよ。アダム・イン・ニューヨークの彼女も、ジョーカーの彼も、なかったことをやってるわけじゃないんですよね。あったものなんですね。持ってたし、あったんだけど、周りからの影響だったり、自分からのブレーキだったりで抑え込んでいたっていう。うん、で、でも、 そうこれが私だった、これが俺だったっていう、その、まあ、全然違うタイプの映画ですけど、あのジャンルとかストーリーはね。うん、ただ、それに彼らが気づいていく工程っていうもの、その彼らなりの幸福っていうものを手に入れていく工程っていうのは、もうほとんど同じ映画と言っても過言ではないぐらいに、同じルートをたどるんですよね。 そこにはかなり普遍性があっていろんな企画いろんなプロットの構築にも当然役立つけどおそらくご自分の漫画家としての,そのあるいは漫画家志望者としての物語人生物語の進め方にもだいぶプラスになるんじゃないかなっていう。うん 気がします、ね、あビバルヒルズコップ2はそんな大層な話じゃないんですけど <laughs> <laughs> 話じゃないあ,のあくまでアクセルフォーリーでしかないんですけど僕が言ってるのいやでもいい話だめちゃくちゃいいな そういうことですねうん、いやなんかそうあ自分のがあったなってちょっとなんとなくこうまだは <laughs> っきり思い出せないけど何、うん、かあったはずだな、うん、僕はやっぱりその常識にとらわれててでもそっからあこれは一歩出なきゃいけないっていうやっぱり瞬間がやっぱりあって。うん それでなんかこう舞台女優さんのこうなん付き人みたいなのやってた時期があったりとか結局それもなんかこう,なんだろうちょっとやっぱり言われてみればあの何かの役割を演じてたようなその何かのキャラクターを演じるみたいなので一歩出る勇気をそこで自分でこう不安にならないために演じたような気持ちが確かにあったなって今思いましたね。 面白いんですけどねその。最初は多少誇張して演じていても、うん、それを繰り返してるとそういう人になっていくるんですよねだからうん、うん、水泳選手って生まれた時から水泳選手なわけじゃないじゃないですかその学校だったりスクールだったりでたくさん泳いでいるから水泳が得意な人になっていくっていうその生まれた瞬間から水泳が得意な人という人種ではないわけじゃないですか。 なんかそれと同じ気がするんですよね。その物語っていうものに照らし合わせるというか、その、こう、多少ちょっと大げさに、ちょっと誇張していく。まあ演じるっていう言い方でもいいんですけど、それをやってると、そういう人になる。うん。うん、なんでかっていうと、そっちの時間の方が長くなるから、ある時、その。<laughs> <laughs> そうそう。そうですね。 うん、筋トレと一緒ですよね、本当に。うんだと思いますけどね、あのー、じゃあなきゃ僕、喋れるようになってないですからね。<laughs> <laughs> 大学の教員の仕事をしている時間の方が長くなっていったっていうことですよね、多分、そうすることで、全体の人生の。そうすると、結構大半が、あのー、長時間、うん 人にに向かっっっってきてててて喋きたなないう風になってくるんですよね <laughs> そうすると人前で喋るなんてもってのほかっていうか人と顔を合わせるのも無理だったっていうその10代の頃とかより比率がそっちの方が長くなっちゃうんですよね。そうするとじゃあどっちの人なのって言ったらこっちの人になっちゃうんですよね。結局繰り返されてる時間が長いせいでそっちの筋肉がついちゃうんですよね。 うん、それも同じことなんじゃないですかね、なんか、とりあえず人に会ったら笑顔とか、うん、挨拶するときはニコニコするとかっていうの多分もう板についてると思うんですけど、最初は全然そんなんじゃなかったですし、10代の頃とかは。うん、それもちょっとずちょっとちょっとやってたら、そう、結果になっちゃうっていう、うん、そ,うそういう人になっちゃうっていう、そ,それが最初は演技だとしても。 ついちゃうそうなんですよ。AI とかも一緒だと思うんですけどね。そのああ、そうか。うん、だって、そういって結局、プログラムが書き換えられたってことだから、うんそ、それがもう自然に起きてしまうことなんだったら、それは最初の起点が何であれ、そ,それは本当になっちゃいますよねっていう。その考え方自体が生活の主流になってるわけですからね。やっぱり面白くて、ニコニコしてると、 あの、メソメソしてるよりは楽しいんですよねやっぱ <laughs> そうですね筋肉って面白いなと思うんですよ筋肉面白いですよね面白いですよしか、うん、めっ面でいるよりはニコニコしてる方があの、声も出やすいしうん、うん、こう、笑いやすくの方なるしその笑い慣れしてくるって言うんでしょうか わ、うん、かりますね、うん、だからもう泣き方とか忘れちゃいましたもん。ああ。だからあんまり悩まなくなるのも悩み方わかんなくなっちゃうっていう。考えるっていう筋力が鍛えられると、うん。その筋力にはあれですよね、さっきも言ってた、そのなんだろう。 えと一歩出るってことですよね、うん、そうですね。考えるっていうこと,とうのは、そう、だから一歩出て考えるんですよね。そう。出ることが考えることか、うん。かもしれません。だから、まあ、あと、人にどう思われるかってあんま関係ないよねっていう、それはまあ重要なことではないっていうふうになれば、どんどん気にならなくなっていきますよね。女性診断にもそういうブロックありますけどその 人にどう思われてるか気になんなくなるっていうパートがありましたけど。うそうだよな。だからそういう実感と一緒にその男性神話なり女性神話なりっていうことを考えられればもう最強ですよね。<laughs> <laughs> なんていうか分か本当に実感できるんじゃないかなって。 そうだと思います。だからその結果得られるものについてはあんまあ想定しない方がいいんだと思うんですよ。あの天軸にしかならないからそのいつまでもたどり着けない正解みたいなそのなんか成功が保証されてないとやりたくないっていう思考につながってっちゃうのは危険だと思うんですよね。 こ,う<ー>これとこれがあれば最強だよね最強ということはこれを確保されるということですよねとこれが保証されるんですよねみたいなあそうかじゃあ動きますみたいなその,その契約市場主義というかその保険保険,保険主義みたいな思考になると思ってたのと違ったっていうその,その思ってたが生まれちゃうんですよねその思ってたっていうのが色目になって自分以外の相手の都合で出てきたものを ジャッジするようになったり否定するようになったり拒んだりするようになると思うんですよその思ってたがあるとはいだから思ってないでいられるために節約構造があるというかああ<ー> <その S 2> 深っおおそうかうんそうだそれが分かってるけど分かってればいいって言ってるのはそういうことなんですよねその 知,知らなくて、極論言うと知ってなくてもいいから分かってればいいっていうその、だけど知らないと分からないから、普通だから、知るから入るんだけど、分かるの前に、知ったっていう高揚感でわっと手を出しちゃうと、え、これ違うじゃん、あれ違うじゃんって始まっちゃうわけですよね、その分かってさえいれば、勝手に動くっていう、いろんな物事がその。 すごいなんじゃないかなとは思ってるんですけどね。うん,うんうん。いや、そうですよ。うん。きっとそうだ。フォースみたいな感じがち、今。まあ、フォースですよ。フォースは大事、ねうん、大事ですよ。うん、ただ、まあ、フォースの結果、ライトセーバーが得意になるかどうかは分からない。 フォースの結果、X ウィングの操縦が得意になるかもしれない。だってフォースはみんな違うから、その。そうそう。うん。分かんないですよ。部屋の片付けにフォース使うかもしれないしね。それが一番、その人のフォースの生き生きした使い方かもしれないからね。うんうん、チャンバラだけがフォースじゃないですからね。そうですよね。ねそうですよ。僕、あれ、いつも見てそう思うんだよな。 これ人によるよよなっていう人によるはずですよその。なんか悩まなくなるっていうことにフォースを使う人もいるかもしれないしね。もうんうん、うん、しかしたら漫画が面白くなるってことかもしれないし。分、うん、かんないけど。 あ面白い。すっごい深い話を聞きましたね、今。あ <laughs> そうですか。<laughs> <laughs> うわーなんか、バーンって、こう、なんだろうな、宇宙に行った感じがしました、ね。ああ、そうですか。はい。コンタクト。コンタクト。あそう。<laughs> コンタクトしちゃったね。今、何かがつながりましたね。ああ、いいですね。スター・ステラーのあの、最後の方の。 本棚で本がこうパタンと落ちるようなシーンあの辺に行っちゃった感じがしました。すごいですね、それ。<laughs> 面白い。<laughs> よかった。喜んでる。喜んでおられる。<laughs>